こんにちは、レオンチャンネルです。せっかくデーボスイン充電池があるのにプテライデン王にマントがないなんてもったいないということで、黒マントをつけてデーボスインバージョンを再現したいと思います。そしてマントを作るために今回用意するものはこちら、光沢感のある黒い布、両面テープ、布を切るハサミ、そしてデーボスイン充電池。デーボスイン充電池がない場合は通常の充電池でも構いません。では早速布を切っていきます。で、僕の場合はこの光沢感のある布をスーパーで買ってきました。50センチ分ぐらい買ってきたので300円ぐらいでした。ではまずはおおよそのサイズで布を切っていきます。ちょっとこれは長かったですね。少し切ります。いろいろと微調整した結果、だいたいこれくらいのサイズ感がいいようです。僕が切ったサイズはこれですね。今字幕が出てると思います。このサイズに切りました。そしてちょっとここをラウンドさせた方がマントとしてこのプテライデオンに馴染みそうだったので、ちょっとここは曲線にしました。そして本体とマントを取り付けるための両面テープを貼ります。この辺りに貼るのがいいみたいですね。これで完成です。両面テープを剥がしたらマントをつけていきます。僕の場合はこのサイドにペタッと貼るような感じで布を調整しました。背中と肩につけて、完成。プテライデン王デーボスインバージョンです。いや、やっぱ黒マントはかっこいいですね。テカリ感もこう、劇中でもこうだったんで、我ながら完成度が高いなって感じですね。もちろん腕を上げることもできます。こう、わさっとね。ほら。テレビ版でもこうギリギリ下につくかつかないかぐらいの長さだったので、それもいいですよね。もちろんこの、バイザーが下に下がってて、で、ボスインバージョンの充電器も入ってます。後ろはこんな感じですね。結構さっぱり、まあ、両面テープでねペタッと留めてあるので安定してマントがひっついてます。戦隊もので黒マントって珍しいんでかっこいいですね。もちろん片手だけじゃなくて両手もバサッとできますので、第何話か忘れましたけど、ワッとこういう状態でテレビで動いてるシーンもありましたよね。ウエスタンにもしてみましょうか。ウエスタンにするとちょっと長さが足りない感が出ちゃいました。コストもね、数百円しかかかりませんので、皆さんもぜひ試してみてください。以上、プテライデン王デーボスインバージョンの紹介でした。